はい、どうも、水月でございます。水月の日本探訪記、今日も更新してまいります。ついにね、2022年になりました。はい、今日はですね、2022年1月2日、今年のね、初更新ということでなります。今日はですね、富岡城というね、お城についてお話をさせていただこうかなと思っております。はい、このチャンネル、水月の日本探訪記はですね、私が、日本中を旅しまして、その中でも面白いな、とこういう珍しいところがあるよ、そういったね、普通の人では目を向けないようなところを紹介するチャンネルでございます。なのでね、一般的なこういうのね、見たいとかね、こういうメジャーなところということは、まああんまりやりませんので、そういうマイナーなところを紹介したいというチャンネルでございます。今年もね、皆さんよろしくお願いいたします。でね、ちょっとね、まだね、喉の調子が良くなくてですね、こんなしゃがれ声ですけど、お気苦しいでしょうが、すいません、よろしくお願いいたします。はい。で、今日お伝えする富岡城なんですが、場所はですね、熊本県にあります。まあ、熊本と長崎のほぼほぼ県境ですね。まあ、県境といっても結局海を挟んでるんですけど、その天草でございます。はい。で、天草というと天草の乱が有名でございますね。はい、そうです。その天草の乱に関わる場所でございます。というところで、今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、今日はですね、どこかと言いますと、本当に熊本と長崎の、中間をまたね、南の方に下ろしてきたような、そんなところでございます。これはですね、天草半島かなの本当にてっぺんの方ですね。なので、海からの勢力には四方囲まれてますけど、陸から攻めようとするともう一方向からしか攻められないような、なかなかね、堅牢なお城でございます。そしてね、やはりここで有名なのは、この島原の乱の原城跡に、島原の乱ってね、天草四郎時貞がね、立てこもるんですけど、その前の戦で戦いの舞台になったところなんですね。で、もともとはこの天草において、キリスト教徒が、ね、反乱を起こしたっていうのが、天草の乱ではあるんですけど、じゃあ、事の根本をたどると何かというと、この藩のね、この地域の住民に対する年貢の取り立てが非常に厳しかったですと。山間部で稲も育たずに、結構年貢を納めるのが難しい土地だったんですね。はい。で、年貢が納められない。そして、ここら辺はね、キリシタン大名の小西行長の拠点でしたので、領民もキリシタンが多かったですと。で、この島原の乱の前には、このキリスト教徒への弾圧がものすごく行われてたんですね。なので、その年貢の取り立てと、このキリシタンの弾圧という、この二つが、発火点になったというところで、島原の乱が起きますと。はい。小西行長が、関ヶ原の戦いで西軍に属してね、負けましたと。その後に、寺岡氏というね、寺岡さんというのがね、この地に、赴任いたします。まあ、この地ではないんですけど、唐津藩ですね。唐津藩の、寺沢氏が入るんですけど、まあ、飛び地でここの、支配もさせられたというところで、まあ、もともとは、ここのね、領地というのは飛び地だったんで、別のね、代官が治めておりましたというところです。で、島原の乱が発生した後に、まずはこの富岡城が攻められましたと。で、唐津藩1500名で、ここを、なんだかんだで、まあ、守り抜くんですよ。3回ぐらい攻められて、すべて、城代のね、人が討ち取られたりもしましたが、基本的には、一騎勢を追い払うことができましたと。
で追い払われた一騎勢は、島原のあの原ですね、原城の後にあの立てこもって、あの天草のね乱、天草時郎城時貞の指揮のもと結局解決されていくんですけど、まあ、その時にあの幕府側のその反抗拠点にもなったところなんですね、ここは。はい、というところで、まあ、島原の乱が一番有名です。で、結局、島原の乱が平定後、寺沢氏は、この一揆を起こさせてしまったというところで、責任を取って、まあ、切腹することになりますと。その後、こちらに入ってきたのが、どうなったのかな？ですね。入ってきたのが、また別の、大名なんですけど、この大名が、また、あれですね、一応この富岡城を整備するんですね。はい。整備した後に、またこれ、領地から出てきます。そうなると、今度は、天領といってね、幕府の拠点になります、こちら。で、この幕府の拠点になった時に、初代代官として来た方が、鈴木重成という方ですね。ちなみにこの銅像は、勝海舟と、来山陽ですね。はい、まあ勝海舟は長崎伝習所、長崎海軍伝習所の関係で、で、もう一人の方は来山陽はまあここで句を読んだというところです。でこの2名がここに関わってくる話で、この初代大官の鈴木重成という方とその兄の、鈴木正蔵というねお坊さんです。はい。でこの荒れに荒れた島原を治めるために来たのがこの鈴木さんですね。でいろいろと改革をしていくんですけど、このやっぱりねこの敷地に対して幕府が年貢として定めてた量がやはり大きいと、非常にこれは支払いできるようなもんではないというところで、これは幕府に抗議をするためにこの方は切腹するんですよ。はい。なのでさすがにこれはやりすぎだなということになりまして、まあ、年貢は納められるようになるんですね。はい。でその後にこの地に来てたそのお兄さんの正蔵さんがいろいろと住民のねケアをして回って、みんなのね心の平穏を落ち着けていったと。まあ、ただでさえ、ね、なんですかね、そのキリスタン のいたところなので、まあ、そこら辺うまくね、説得して、まあ、して回ったという話があります。なので、この地域、天草には、この鈴木さんを祀った神社ですとか、銅像とかね、その石像か、そういうのは結構多くてですね、至るところに鈴木様といって祀られているところが、こちらにあります。はい。まあ、なのでね、なんかこういう話を見ていくと、まあ、実にね、そういう風な面白いものがね、まあ、見えてくるところですよね。で、先日ですね、天草のこのキリスト教関連の遺産が世界遺産に、世界文化遺産ですね、認定されましたよね。ただそこのところにこの富岡城とか富岡あたりのね、あれが対象になるかというのはちょっとわからないんですけど、この九州というところは、この、こういったね、キリスト教関連の、やっぱ隠れキリシタンのね、遺跡というのは非常に多いです。はい、ここだけでなく大分とかにもね、大分岡城とかにもね、隠れキリシタンの資料が、まあ残ってたりするんですよ。はい。というのもありまして、この長崎からこの熊本の海岸部にかけてですね、五島列島とか天草とかもそうですけど、まあ、非常にね今でもこの信仰が残ってたりするので、まあなかなか珍しいところですね。ここ1月2日ですねに財務前のね1月2日にお伺いしたんですけど、皆さんね初詣は神社とかお寺ではなくて、ね、キリスト教の教会に参拝される方が多くてですね、
なかなか面白い、珍しいな。まあ珍しいと言われては、まあ僕らからしたらね、珍しいなというところでございました。はい、これがね、島の方の眺めです。まあ攻めてくるのはね、なかなか確かに難しいところだなと思わせるところでございます。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、1月2日というところで、キリスト教関連のね、キリスト教にまつわる城跡のお話をさせていただきました。僕が2014年ですかね、今から6年前に正月にね、島原を訪れて、こういうのね、実際見てきて回りましたと。いうところでね、やっぱ面白いですよね。キリスト教関連の遺跡とかもね、資料館も残ってますので、ぜひとも、もしね、お近くに住んでる方ですとか、旅行でね、島原行った方は、ぜひとも、このキリスト教関連の遺跡と、この富岡城跡ですね、巡ってきてもらいたいと思っております。それでは、水無月の日本探訪記、これにて終了いたします。それでは。